エルザ・アンダーソンエルザ・アンデルソンはスウェーデン最初の女性パイロットであり、監修の見守る中パラシュートのスタントに失敗して追試した。スコーネ県のストローフェルストロップの農家に生まれた。母親は6歳の時に死に、兄は家族を捨ててアメリカ合衆国に新しい生活を求めた。エルザも平凡に農民の妻などになることを嫌い。 1920年に21歳の時に飛行を学び、スウェーデン最初の女性パイロットとなった。彼女のライセンス番号は203番であった。さらに満足することなく、ドイツに行き、パラシュート効果を学んだ。1922年、オレブロ県のアスケシュンドで行った彼女の3度目のパラシュート効果で、数千の監修が見守る中で、パラシュートを開くのに手間取り。 やっと開いたのは数メートルの高さで彼女は激しく地面に衝突し死亡した。1926年スウェーデン航空クラブは彼女の死亡した場所に記念碑を混流した。1996年にスウェーデンの小説家ジャック・ウェラップが不完全な空でアンデルソンの生涯を取り上げ2001年にヤントロエルによってエス・ビットソン・ EN SN の題名で映画化された。この映画はスウェーデン評論歌唱の年度最高映画に選ばれた。ありがとうございます。